アンブローズ・バーンサイド、アンブローズ・エバレット・バーンサイド、A、アンブローズ・エバレット・バーンサイド、1824年5月23日から1881年9月13日は、アメリカ合衆国の軍人、鉄道会社役員、発明家、工業実業家、及び、ロードアイランド州の政治家であり、同州の知事と同州選出のアメリカ合衆国上院議員を務めた。 南北戦争では北軍の将軍としてノースカロライナや東テネシーで策を指揮して成功したがフレデリックスバーグの戦いやクレーターの戦いでは惨めな敗北を喫した。バーンサイドの特徴ある顔ひげのスタイルはそのせいからサイドバーンズと呼ばれている。バーンサイドはインディアナ州リバティでエッジヒルとパメラあるいはパミラ。 ブラウンのバーンサイド夫妻の9人の子供のうち4番目の子として生まれた。バーンサイド家はスコットランドの出身だった。父のエッジヒルはサウスカロライナ州の生まれで奴隷所有者だったがインディアナ州に移転するときに奴隷を解放した。バーンサイドは少年の時にリバティ神学校に通ったが1841年に母が死んだときに中断し地元の洋服屋に 徒底暴行に出され、その後は洋服屋の共同経営者になった。バーンサイドは軍事に興味を持ち、父の政治的な関係もあって、1843年に陸軍士官学校への入学指名を得た。士官学校は1847年に卒業し、同期38人中の成績は18番目だった。第二アメリカ砲兵連隊の名誉少尉に任官された。米戦争の時は、 ベラクルスに向かったが、到着した時は敵対関係が終わっていたので、メキシコシティ周辺の守備任務に就いた。米国戦争が終わると、2年間西部辺境での任務につき、騎兵隊の任務に転換された、軽装砲兵隊である第三アメリカ砲兵隊で、ブラックストンブラック隊員のもとに入り、ネバダ州からカリフォルニア州に向かう、西部郵便配送経路の護衛を行った。 1849年、ニューメキシコ州ラスベガスで、アパッチ族との戦闘中に首にや傷を負った。1852年、ロードアイランド州、ニューポートのアダムズ取り指揮官に指名され、そこにいる間の4月27日に、プロビデンスのメアリー・リッチモンド・ビショップと結婚した。この結婚はバーンサイドの島で続いたが、子供はなかった。1853年、 アメリカ陸軍から退役し、周辺での位は維持していたが、その時間とエネルギーをその名前を付けることになった、有名なライフル銃、バーンサイドカービン銃の製造に捧げた。ジェームズ・ブキャナン大統領の閣僚である、陸軍長官、ジョン・フロイドが、陸軍の大部分の武器をそのカービン銃とするために、バーンサイド武器会社と契約し、バーンサイドには、 その製造のための大規模な工場を建設するよう進めた。ブリストルライフル工場ができた時は他の銃器製作者がフロイドに賄賂を送ってバーンサイドとの10万ドルの契約を破棄させていたと言われている。1858年、バーンサイドは民主党公認でロードアイランド終戦室のアメリカ合衆国会議員を目指したが地滑り的大敗を起死した。 この選挙運動での負担に、火事によってその工場が破壊されたこともあって、財政的に破産状態となり、持っていた武器の特許について、他の者のに使用許可を与えることをなくされた。その後仕事を求めて西部に移り、イリノイセントラル鉄道の財務担当になった。この時、後に上級士官となるジョージマ・マクレランのために働き、親しくなった。南北戦争が勃発すると、 バーンサイドはロードアイランド州兵の准将になった。第一ロードアイランド志願不評連隊を立ち上げ、1861年5月2日にその大佐に任官された。それから1ヶ月以内に北東バージニア軍管区の旅団指揮官に承認した。7月の第一次ブルランの戦いでは平凡な旅団指揮を取り、その旅団がバラバラにされた後、負傷した。 デイビッド・ハンター准将に代わって一時的な師団指揮を取った。その連隊の90日間の徴兵期間が切れた後で、8月6日に志願兵の准将に昇進し、できたばかりのポトマック軍で暫定的な旅団の訓練を任された。バーンサイドはコースト師団すなわちノースカロライナ遠征軍を指揮した。これはメリーランド州アナポリスで集められた参考旅団であり、 後にバーンサイドが指揮した第9軍団の核になるものだった。さらに1861年9月から1862年7月までノースカロライナ軍管区となった。バーンサイドはノースカロライナで海陸共同作戦を指揮して戦争の残り期間アメリカ連合国のノースカロライナ海のうち80%以上を閉鎖する成功に導いた。東部戦線では 最初の意義ある北軍勝利となったロアの奥島の戦い及びニューバーンの戦いでの功績により3月18日には少々に昇格した7月その軍隊はバージニア州ニューポートニューズに移動しポトマック軍第9軍団となったジョージ・マクレラン少将が半島方面作戦で失敗した後バーンサイドはポトマック軍指揮官を打診された バーンサイドはマクレランに対する忠誠心があり、自身の軍事的経験も足りないことを理解していたので、この機会を拒否することになり、ジョン・ポープ少将のバージニア軍が行った北バージニア方面作戦の支援のため、その軍団の一部を派遣した。この時、 フィッツ・ジョン・ポーター少将から受け取ったポープの指揮官としての能力を通列に批判した電報が同時にバーンサイドの上官に改装され、後のポーターの軍法会議で重要な役割を果たすことになった。バーンサイドはこの軍法会議に重要承認として出席した。ポープが北バージニア方面作戦の第二次ブルランの戦いで大敗を喫した後に、 再度、バーンサイドに指揮官の打診があったが、これも断った。メリーランド方面作戦の開始となったサウスさんの戦いでは、ポトマック軍の右翼、第一軍団と第九軍団の指揮を与えられたが、アンティータムの戦いでは、マクレランがこれを分けてそれぞれ北軍の両端に配置したので、バーンサイドはまた第九軍団のみの指揮官に戻った。 バーンサイドは案に高い権威を諦めることを拒み、まず、ジェシー・リーリの少将をサウス・マウンテンで戦死、次に、ジェイコブ・ディ・コックス巡将を軍団指揮官として、待遇し、命令は、軍団長を通して軍団に伝えた。このわずらしい手配のために、北軍前線の南側側側面にあって、バーンサイドの橋と今も呼ばれる橋の攻撃や、それを渡るときに、動きが鈍くなってしまった。 バーンサイドはその地域の適切な偵察を行わず、その部隊は敵の射程に入らないところで容易に川を渡れる利点を生かす代わりに高台に陣取る南軍の狙撃手に支配されている狭い橋を渡って何度も撃,撃することを強いられた。正午までにマクレランは辛抱できなくなった。マクレランは何度もバーンサイドに前進する気持ちにさせるよう伝令を送った。ある副官には 彼に犠牲が一万人になっても、今行かねばならないと伝えるよう命令した。観察長官でロスビーサケット大佐を派遣して、バーンサイドに対決させることで圧力をかけていったが、バーンサイドは、奮然として、マクレランは、私がこの橋を落とすために最善を尽くしていないと、考えているようだ。あなたは今朝同じ命令を持って、私のところに来た三人目あるいは四人目だと答えた。 この攻撃の遅れによって、南軍のエピーヒル少将の師団が、ハーパーズフェリーから駆けつけ、北軍の突破に対して反撃することを許した。マクレランはバーンサイドの援軍要請を拒み、戦いは戦術的行き詰まりのままに終わった。アンティータムから撤退するリー軍を追撃できなかったマクレランは、軍隊式から外され、1862年11月7日、 バーンサイドはポトマック軍の指揮官を任された。バーンサイドはその短い経歴では三度目となる。この命令にためらいながら従った。エーブラハムリンカーン大統領はバーンサイドに攻撃的姿勢を取るよう圧力をかけ、11月14日、南軍の首都リッチモンドを占領するというバーンサイドの作戦を承認した。この作戦は12月13日のフレデリックスバーグの 戦いで北軍の屈辱的なまた損失の多い敗北につながった。フレデリックスバーグへの進行は急速だったが、ラッパハノック川を渡るための橋家を連ねた橋を並べる手配が遅末であったために、また、都下地点での部隊配置を躊躇したために遅れを生じ、ロバート・イーリーが南軍部隊に到着して、町のすぐ西にあるメアリーコーチに部隊を集中させることを許し、 北軍は容易に撃退された。攻撃の主要経路となることが予測された街の南への攻撃も手配がうまくいかず、最初の北軍による突破も支援がないままになった。バーンサイドはその作戦の失敗と繰り返し無益な正面攻撃を行わせたために莫大な損失を出したことで動揺し、自分の以前からの軍団を使って自ら突撃を率いると宣言した。 その軍団の指揮官たちはそれを止めるよう説得したが、バーンサイドとその部下の関係に歪みを生じた。バーンサイドはすべての責任を認め、アメリカ陸軍からの退役を申し出たが、これは拒否された。1863年1月、バーンサイドはリー軍に対する二度目の攻撃を仕掛けたが、成果を上げる前に、冬の雨の中で動きが取れなくなったので、 無別的に、泥の更新と呼ばれた。これをきっかけに、明け透けに命令を聞かなかった数人の士官に対し、解任と軍法会議を要求した。バーンサイド自身も辞任を申し出た。リンカーンは1月26日、バーンサイドの辞任の方を選び、バーンサイドに反抗した士官の一人である、ジョセフ・フッカーを公認とした。 リンカーンはバーンサイドを軍隊から去らせることを望まず、オハイオ軍第23軍団と以前の第9軍団の指揮を任せた。ここでバーンサイドはクレメント・バランディガムのようなマムシ、そうに反対した北部の民主党員やジョン・ハント・モーガンのような南軍の襲撃者との対応を余儀なくされた。ノックスビル方面作戦でバーンサイドはノックスビルまで進行したが、 北軍のウィリアム・ローズクランズ少将が近まうがの戦いで敗れた後、以前にメアリーコーチで対戦したことのあるジェームズ・ロングストリート中将に追撃された。キャンベル基地の戦いで、バーンサイドは巧みにロングストリート軍の裏をかき、自軍の残豪まで到達し無事にノックスビルに入った。そこでは、市外のサンダーストリでの戦いで、南軍が敗北するまで短期間包囲された。 ロングストリートの軍団をノックスビルで縛り付けていたことで第三次チャタヌーガの戦いではユリシーズ・グラット少将が南軍のブラックストン・ブラック将軍を破ることに貢献したウィリアム・シャーマン少将の軍隊がバーンサイド軍の救援に向かったが包囲戦はすでに解かれロングストリートは撤退して結果的にバージニアに戻ったバーンサイドは 第9軍団を東部戦線に戻すよう命令を受け、メリーランド州アナポリスに戻って、実戦部隊2万千名を超える軍団を作り上げた。第9軍団は当初グラントの下に入ったが、独立した部隊として1864年5月のオーバーランド方面作戦に参戦した。ポトマック軍の指揮を任されたジョージ・ミード少将が、フレデリックスバーグでは、ミサイドの部下の師団指揮官であり、 階級が下だったので、バーンサイドの軍団は、ポトマック軍に入らなかった。この厄介な配置は、ノースアンナの戦い直前の5月24日に、是正され、バーンサイドは、専任士官であることを放棄し、ミードの直接指揮のもとに入ることを認めた。バーンサイドは、荒野の戦いとスポットシルバニアの戦いに参戦したが、目立った働きはしなかった。バラバラに攻撃し、 これらの戦いの特徴であった正面攻撃にその部隊を向かわせることをためらっているように見えた。ノースアンナとコールドハーバーの戦いの後でピーターズバーグの包囲戦に加わった。1864年7月に南北両軍はピーターズバーグで残豪戦という手詰まりに直面し、バーンサイドはその配下にいたペンシルベニアタ単甲フ連隊に示唆された作戦に合意した。 南軍が残酷を設けている、鳥の下に横穴を掘り、そこで爆発物を仕掛けて、吸収をかけるというものだった。7月30日に鳥は破壊され、クレーターの戦いと呼ばれるものになった。不評が攻撃する、ほんの数時間前に、ミードからこの任務のために、特別の訓練を施した黒人手段を使わないようにという命令を受け、その代わりに、 訓練されていない白人の部隊を使うことを強いられ、バーンサイドはどの手段を使うべきかを決められず、3人の配下指揮官がくじを引いた。偶然選ばれた手段は、ジェームズ・ H ・レドリー順将が率いる手段だったが、レドリーは部下が何をすべきかを説明できず、戦闘中は戦線のはるか後方で酒を飲んでおり式を取れなかったと言われている。 レドリーの部下は巨大なクレーターを回り込む代わりに、その中に入って罠にはまり、穴の縁から南軍に激しい砲火を浴び、大きな損失を出した。バーンサイドは8月14日に解任され、グラントによって休暇扱いとされた。ミードがバーンサイドを呼び戻すことはなかった。後の調査委員会で、クレーター失態の責任はバーンサイドとその部下にいると、された。 12月、バーンサイドは、リンカーン大統領とグラント将軍に会い、その将来について相談した。バーンサイドは、除隊を予期していたが、リンカーンとグラントは軍隊に泊まることを急った。インタビューの最後で、私は自分が担当すべき任務について知らされてはいないと、書いた。最終的に1865年4月15日、バーンサイドは辞職した。 バーンサイドは軍隊を辞めた後、多くの鉄道や工業の役員として雇われ、その中には、シンシナティ・マーティンスビル鉄道、インディアナポリス・ヴィンセンヌ鉄道及び、ロードアイランド機関車上の社長職があった。一年任期のロードアイランド州知事に3度選ばれた、1866年5月から1869年5月。 1871年から1872年には退役兵の協会であるグランドアーミー・オブ・レパブリックの総司令になった。全米ライフル協会は1871年の設立の時にバーンサイドを初代会長に選んだ。バーンサイドは1870年にヨーロッパを訪れ、夫婦戦争下にあるフランスとドイツの間を取り持とうとした。1874年。 ロードアイランド州からアメリカが州国上院議員に選出され、1880年にも再選され、その死の1881年まで務めた。この期間、戦前は民主党員であったバーンサイドは共和党員で選出され、軍事的な事項で顕著な役割を果たすと同時に、1881年には外務委員会の議長も務めた。バーンサイドは、 ロードアイランド州ブリストルで、心臓の神経痛、狂心症で急死し、プロビデンスのスワンポイント墓地に葬られている。1800年代遅くに、彼の栄誉を称える、騎馬像が、プロビデンスのバーンサイド公園に建てられた。バーンサイドは軍隊においても政界においても、個人として常に非常に人気があり、簡単に友人を作り、よく笑い、あらゆるものの名前を覚えた。 しかし、職業軍人としての評判は、肯定的なものではなく、また頑固で想像力に乏しく、責任の重い指には、知的にも、感情的にも適していなかったと知られている。ユリシーズ・グラントは、彼が、軍の指揮には、不向きだったと述べ、このことはバーンサイド自身が、他の誰よりも知っていたとも言った。バーンサイドは、自分の能力を自覚し、 ポトマック軍指揮官の職を二度までも拒み、彼が受けなければ、ジョセフ・フッカーがなると知らされた時に初めて受けた。歴史家のジェフリー・ディー・ワートは、フレデリックスバーグの後でのバーンサイドの解任をその、軍歴を要約する一節で次のように表現した。歴史家、ブルース・キャットンはバーンサイドを次のように要約した。バーンサイドは、 髪の数塞が耳の前で口ひげに融合するが、顎は綺麗に反り上げた得意な顔ひげで有名である。バーンサイドという言葉がこのスタイルを表現するために使われた。この音節が後に逆転され、サイドバーンズになった。バーンサイドは、ロナルドカイ・マクスウェルの2003年の映画、神と将軍の中で、アレックス・ハイドイコール・ホワイトが演じた。 フレデリックスバーグの戦いが含まれている。南北戦争、を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。